これはわしのメモ帳です。このマネーロンダリングっていうのがよくわからない。最強の個人債育成法、国際的銀行のマネーロンダリング、オペレーション、リスク。この最後の方もわからない。珍しい本もあったでしょ。これはね、教えましょうか。この本ね、なかなかね、これどっかで買ったか覚えてない。こんなんですよ。よう知らんけど、まだ読んでないけどね、億万長者になる人はこの本読んでるんですよ。これメモ帳ね。今日ね、コピー機取りましたわ。だから右手でこう持ってね、左手でって難しいんですよ、これ。でね、あ、俺思うだけど、パソコンっていうのは疲れるわ。ほんで、この部屋片付けも一人で、明日コピー機来ます。ほんで、電話機も一台来ます。ぼちぼち会社的になってきたな。ちょっと待ってください。これなのか。これは分かったな。ちょっとこの内容を読みます。不思議な社会やね、この携帯しながら。これで、LINE のカード買ったけど、Google プレイと違うんだね。またやり方が。いろいろ。難しい。だからおじさんがキーならず。これで読めんな。これでは読めんな。もう分かった。話しよう。2008年ということは、参考文献、これまあ、この花割り。穴で、プライベートバンク、パペットさんがどうして金儲けになったか分かります？詐欺師じゃないけどね、お医者さんとか弁護士とか金持ち集めてね、例えば10億集めてそれを回して金持ちになりました。間違ったら詐欺です。よ、知っとるでしょ。野村総理、これもかな。人間ってね、1万でも1兆でも頭入るんですよ。それを教えておきますわ。これでいく。わし今日のね、なんつうかな。なんつうかな。ジャパニーズマフィア、解説しました。本当ですよ。これマフィアの会長ですよ。ちょっと変わった人物でしょ。四国の豪族の三代目の子孫です、俺。だから性格変わってないんですわ。だからこういう人間が、四国を制したんですわ。で、これは、まあ、今度これいや、だからね、ちゃんと印つけとかあんた、あかん。これはね、うん。あと、これ、いいか。なかなか人間で読まないんですわ。で今日ね、したことね。で、このスマホも難しいんですよ。今、ポコッと押したら消えるしね。俺、こんな本持ってますよ。今度、ヤフー乗りますか、俺が。ね。こういう本持ってる人いない。あれね、キーワード。はい、で、これが Facebook ページ作る本ですよ。タクボン、怖いですよ。ヤフー置くね。だから、ヒカキンなんて簡単に抜きますわ。以上。いりません。俺はね、ちょっと違うから、ヤフー買収したらヒカキン首できるんだから。いやいや、YouTube。そのぐらい力あります。以上。だから、思考は現実化する。俺ね、インターネット経歴ね、最初ね、億万長者になった人がいるんですわ。わしは最初メールの目の字も打ってなかった。俺もそうですわ。パソコン集めてね、生活保護で売っとったんですわ。ね。単車で集めて5、6台中だった。それでな、フロッピーの2つの、それでもおさん喜んでね。何言ったかな。その金売ってね、2万でデリヘル行ってね、韓国デリヘル気をつけてくださいよ。下関デリヘルだったら6000円で宿題もいろいろするけどね。なんとかな、韓国デリヘルはね、マッサージだけしてね、6000円払うて。あれ何もせんの言うたら、2万円払ったらするって。ただ宿題ところですよ。だから韓国デリヘル気をつけましょう。ガールズバー行かないように。で、家計作成もなかなか難しい。ヒーリングもいろいろあると。だからね、これ全部ね、こんなことやってる人は日本中に、世界中におりません。だから教えておきます。Google も、4畳半から始まったと。ね。リクルートも、東大の人から始まったと。だって、ヤマト宅急便や、佐川急便もリアカーから始まった。ね、皆さんそんなもんですよ。関口房郎は工場なんとか今度かでアメリカンダービー制してね。なんだ。
ブッシュはアメリカは俺のものと言ってました。死にました。だから今度私の番です。関口房郎天ヶ崎で、ほんでね、あれ俺でしょ、和歌山の話が買ってたな、ゾゾタウンじゃねえ、和歌山ドンね、あの本も買っとる、本も売ってますよ。で、あの人ね、あれ多分には殺された。それで、あんなね、もう30億稼ぐ人はね、10億稼ぐ人はね、あの赤いペンで書くわけじゃないでしょ。ね。分かってます。犯人は誰でしょう。ヤフオクね、オバオク。ラクオクは潰れました。そんなところで、っていうね、あのね、俺の友達、あの農協の理事の息子で、あの、喫茶店に知り寄ったんやけどね、ちょっと生活をの3年目ぐらい行ったんですわ。コード着てね、派手な。そしたらもう、わしは2年、年賃払ってないで、で、今度5年ぶり行ったんですわ。な、追い出されてね、協定狂い。親15ぐらいの時、新聞配達。だからね、貧乏症じゃないんですよ、多分。余計な工場言わんで、ね、多分もう、あの、ジャパニーズマフィア、怖いですよ。わしはそういう性格を持ってんですわ。だからこの間ね、石黒の人来て、石黒の人、掃除が来て、ちょっとカチンと言うと来たからね、もう終わったもんじゃね。お前の年金止めたら、教えて。そういう、川にうずめるとか、そんなんじゃないんですわ。私ちょっと怖いんですわ。まあそういうことで、性格知ってますから。そういうことで、マフィアの、何、ジャパニーズマフィアでね、スペル見たらね、ちょっとね、使い気味でね、一回切りますわ。エルメスのあれ、カーテンだったわ。以上、5万、15万。だから人間はね、わしみたいな特別世界におりません。だから世界を制覇すると。ほいでね、もう一つね、なぜか言うとね、アラブのね、ドバイの大金持ちね、石油かなんか知らんけどね、1兆円持ってないけどね、孫正義とあの、10兆円ファンドで、言う人でしょ、10兆円ファンドする人。あの人はわし電話番号してんですよ。ほいで、安倍総理と、ちょっとアホな嫁がね、下関を打った時、うちはね、国会議員で出てんですわ。タクボ。浜にして貧乏で、その時は養子変わって2代目か。うちのおじいさんが塩浜の社長でね、うちの親父は青函連絡船。だいぶ元気だったら、官報連絡船。俺が原爆が落ちて5つの時生まれて、下関函館で5日17歳だって函館こっち帰って、それで東京行って、それで大阪戻って、で、おふくろが死んでホームレスになって、親の駅もらって3万5000円。それで、こういう流れ着いて10年ですわ。だから、もう一つ。電子書籍でね、俺と縁やったら、あれですよ、買ってください。タコさんの電子書籍買いましたって言ったら、わしがお困り状態だったらもう10万ぐらいあげますよ。ほいでね、もう一つ面白い話があるな。買ってください。本当ですよ。あのね、これ調べんなかったから。もうちょっと。あのね、一発屋とって、一発屋。パンチパーマの、白い背広着て赤いネクタイみたいな黒のです。あの人ね、人にね、15万の服でやる癖なんですわ。川崎なんですわ。飯島なんかどうしようかな。結婚してますわ。で、あの人ちょっと気になってね。ほいで今日誰や、第二新聞買うたけど大したことなかった。買うんじゃない。あのね、手越やおるでしょ。あれ15の時からジャニーズだね。ほいで俺が知らないということは大したことないんですわ。皆さん知らないと手越聞いてみろ。あれ、よっぽど悪いよね。もうダメですよ、あれ、人生。ハガケンジもそう。もう、いろいろ人から、一応止めますわ。ほいでね、俺ね、最初の頃ね、1年目の時、パソコン充電がないから、よう出て歩いとったら最初は、友達から借りて。ほいで充電しとる時に、ルイ・ヴィトンって珍しいよ。ルイ・ヴィトン持ってる、サンドバッグじゃない、ハンドバッグね。その兄ちゃんって派手だからね、しょっちゅう隣の席座るからね。ピンと来てね、兄ちゃん友達になるかなっていろいろ言うたんですわ。そしたらね、その人ね、歌手で前田五郎言って、墨の温度言って、見てください。カラオケ行ってね。それね、拓磨組長とか寝てんですわ。ほいで、おじいさんがね、鳥取の本間もんの役だで、お父さんが坊さんで、うちは国鉄ね。ほいでね、息子は、この子は、なんとかさんは、わしの今引っ掛けたのは、3番目で、真ん中が相撲取りで、一番上がちょっと屋さん系でね。まあ、そんな人間で知るようだから、いろんなことを勉強しました。エルメスとかでさ、30万とかね。まあ、セミナーは私のは10万。まあ、以上、これで切ります。だいぶ元気だったら、前、夫婦言うとったら、パソコンが疲れるってこと分かりました。倒れた人多いんですよ、結構。一回止めます。カメラを止めて。会長は怖いですよ。そんなことはないよね。以上。だからね、もう一つ。
わしのね、今、デリヘルトもいろいろ募集しとるけど、これ AV もするからね、ブルセロチョップも。だから、わしの電子書籍、田久保重則電子書籍、YouTube チャンネル登録とかしようってね、わしにコメントくれて入れましたとか言うたらね、俺が5万人の長者になったら何倍やなってたら近々、俺これで内容言うときますわ。電話機ね、すごいね。電話機も今日1台は繋がってほしい。2台目、あの昔ライブチャットってあったでしょ、あれも経営するしね。ほいで電子書籍出してでしょ、ほいで印刷機のコピー来ます。ほいで DM 出して、1000枚ぐらいチラシくらいをね、やっとってね。セミナー5万か10万でやります。そういう企画があるんで。ほいでホストクラブも経営するんで。だから、早物勝ちじゃない。早物勝ちから金やりますよ。ゾゾタウン抜きますから。勢いそうでしょ、以上。ダブキングだったら、タコボーの常連目が。マフィアの会長は、どこやった？南ブラジルの鉱山回収しますからね。だからね、人間ってのはいろんなもんですわ。俺は特別。俺そういう性格と思わんかった。喧嘩したら強いけどね。こういうのメンバー、ほんともう一つ面白い話。面白いね。こういう人もおりました。本も買ってる。助かるな、生活を。バリ島でね、東京ドーム6個ぐらいの土地持ってる兄ちゃんですわ。兄貴の教えっていうの出てます。雑魚なの。その人ね、行ってね、100万貯めとってね、総長ね。大阪の、暴走族の、なんか知らんけど。それでね、現地の人がね、100万円貸してくれたらすごい金ですわ。ほら、担保に、東京ドーム閉じもらったんですが、それがイタリアかどっかの買いに来たんです。それで億万長者になったんですわ。だから、まずお金貯めたのがすごいと、人に優しいと。俺もそうです。人に優しいがここまで来たんですわ。まあそういうことで皆さん、田久保重則の、電子書籍買ったらね、わしの目宿とか載ってますから、買いました3冊とか言うたら、1冊につき10万円、億万長者になった時、10万円多いけど10万円差し上げます。そういう約束で行きましょう。俺、ほいでね、面白い話だね。ツイスターにね、今日ね、ヤフーニュースの中もます。俺、警察関係ないからね、警察場所するからね、その力あるから。なんていうかな、ヤフーにね、今日ね、山口組解説中、開講したのはね、公安労働者の山口さんって人が開講したんですわ、あれ、解説を。俺はね、タクオで、だからそれ頭入っとるから、なんとかコントが、違う、ジャパニーズマフィア開業。だからそういう時代ですわ。時代は変わる。で、俺みたいな地球終わるまで出てこない。俺こういう性格のまんかったら、俺ね、ちっちゃい頃ね、川ね、一匹一匹とる、あんなめぐさいとかね、全部網かけりゃやとか、ちょっとね、利口なこと他のことも言ってました。俺動いた過去、前の状態で何になるのかなと。アインシュタインみたいなもん。だからね、いろんな人おるけど、俺は特別。だから喧嘩しても天皇陛下と喧嘩しても四国の豪族で俺が勝つと。以上、坂本龍馬出たでしょ。まあそういうことで、内容は読んでください。本そうも、孫子の兵法。頭のいい人はね、孫子の兵法4000冊読んでます。で、孫子の最初4000冊読んで倒れました。で、現在の地位があったけど、もう終わり。10兆円ファンドも潰れる。以上、俺のこれ見てください。それ、エグいですから。皆さんも頑張って勉強しましょう。勉強したものは待ち。で、アホは行動させ。という、西の、金庫も言ってました。その通り。アホと喧嘩しても勝てないってアホの答えなんですよ。アホ、俺も調べたんですが、アホと喧嘩しても時間の無駄とかね、アホと喧嘩しても勝てないとか、なんだかなんだか、もう出ても、以上。練習書籍本当の話よ。ゾゾタウン、なんも漏れせんばい、ヒカキンも、以上。いろんな人物がおると。